さっきとドイツ人物。日本の専門家は中国をどう見ているはい。っていうのいきます?はい。大丈夫ですか?そうですね。はい。はい。はい。日本の専門家は中国をどう見ているかっていうのをちょっと取り上げていきたいと思います。はい、いきましょう。日本の、これエコノミストの記事ですね。うん、エコノミストなんですけど、この間、去年の、末ですね、はいはい、日本特集みたいなものを出して、それあの紹介したところあったじゃないですか、我々も紹介しました。あの時の取材メモがいっぱい残ってたみたいでですね、今回そのエコノミスト、エコノミストやっぱりね、あのニューヨークタイムズに比べて、しっかり本物の専門家に聞きに行くという目利きのところはやっぱありますよ。浜より子なんかには聞いちゃいねえと。浜より子なんかに聞き行かないという、はい、っていうことですね。エコノミストの方がやっぱ上ですね、でこの方々が現在の日本のですよ、日本の中国専門家っているわけじゃないですか、日本の中国専門家、あの人たちがその目の前にいる中国をどう見てるのか、イギリス人の、イギリスの、メディアなので、彼らはやっぱ知りたかった、東アジア人同士でどういうふうに見てるのか知りたい、じゃあ日本の中国専門家どうなのかということで、いろんな人に聞きに行ったということで記事を書いてるんですよ。で聞きに行った人がですね、笹江さんですね、という笹江健一郎さん、この人あの中米大使もやられた方、外務大臣、そういう方に聞いたりとかですね、あとね、東京大学の松田教授ですね、はい、そういう方に聞いて、やっぱり結構あの、なんと言ったらこれ失礼ですけど、ちょっとまともな人というか、しっかりした専門家に話を聞いて行ってます、で最終的に彼らがまとめたのは、この3つのポイントで、日本の中国専門家は中国を見てるねというところでまとめてきました、はい、日本の専門家は中国専門家はこういうふうに見てるよというところを出してます、いかがですかこれ、例えば一つ目、中国が傲慢になっている、これですね、確かに西洋の方でも、そう言ってる人いるんですけど、かなり日本の方もこれ、言ってる人が多いというふうにエコノミストは気づいたそうです、どういうことかというと、今の中国って、ほら、戦狼外交やってるってところもありますけど、実際にやってることは、日本側がよく言う、確かに専門家言うんですけど、ほら、戦前の日本とそっくりだと。いやもっとひどいよね。もっとひどいですね。実態としてはね。中国大使館のツイッター見てごらんと。あれはひどいです。ひどいよね。喧嘩売るようなことを、ずっとやってる。チンピラだよね、あれ。チンピラですね。だから、要するに、傲慢になってるやり方が、日本の、第二大戦、以上なのかな。やってる、香港でやってることもだし、ウイグル、チベットでやってることもあるんで。今、ミュンヘンとか言われてるぐらいですからね、みんな。今某言論人はチャイナチと言ってますからね、だったそんな本出してる人いましたね、チャイナチとチャイナチ、いやまずいですね、でこれ1位です、2番目、これはみんな指摘してるところですけど、西洋の人も、習近平の独裁体制が強まっている、3番目ですね、これもぼちぼちアメリカの、専門家も言い出し始めた人いますけど、中国経済の鈍化、成長率がやっぱ落ちてる、これは相当なリスクなんじゃないのって言ってる、これはね、本当、去年一番のハートウォーミングの話だったかなと思いますね、恒大集団、一日一社、不動産屋が倒産してるっていう話でしたからね、でかいやつが、でも恒大なんかあれ、33兆円とか、とんでもない規模じゃないですか、あれが基本的には潰れる方向にいってるんで、いやこれね、本当、ちょっと熱い話ですよ、熱い話、ただ、僕はもう少し気になったのはですね、エコノミストの記事、この記事の中では少しちょろっとしか書いてなかったんですけど、台湾有事の話、ちょっとしてました、で台湾有事に関して、日本の、指揮者たち、どういうふうに見てるのかと思ったら、彼らは、台湾有事が実際起こることよりも、むしろやっぱグレーゾーンの方を見てるっていうところをちょっと書いたんですよ、これは正しいところ見てるなと思ったんですよ、確かにね、で僕も基本的には台湾有事っていうのは、まだ実際にその上陸作戦、実際のほらハードウェアとかもそんなないですから、無理だなとは思ってるんですけど、それ以上に怖いのが、やっぱ時間稼ぎしてくるプロービングの話なんですよね、中国、プロービングって、何度もこの番組でずっと言ってますけど、要するに、その事態をアメリカにそんなに振り向かせない状況で、その中国の力をじわじわとこう 強めてくる、サラミスライス戦術みたいなのを使っていって、領域に入ってきたりとか、領空に入ってきたりとかっていうのを繰り返していって、それが正常の状態化するという
かのように扱うということですね。でアメリカはそれ実際にほら、うん、危機ではないから、はい、まあそのまあまあいいかってことで、うん、その本気にならないじゃないですか。そうですね、つまり時間稼ぎをしてる間にあとそのどこを危機としていいかが分からないこのレッドラインが設定しづらいところが来るということですね。そうなんです。アメリカってやっぱりあの真珠湾攻撃みたいな分かりやすい攻撃されたらガーッと怒ってまとまるんですけど、はいはいはい、それしないとじわ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 ってやられたら、うん、まあこれってやっぱ既成事実なんじゃないのみたいな。でしかもオバマさんみたいに習近平が、はい、いや軍事化しませんとか言っときながら、うん、南シナ海の人口と軍事化したじゃないですか、はい、そうそうそう、ああいうところをどんどん出し抜かれちゃう。ああいうのがプロービングっていうかね。そうですね、ですからね、分かんない、はい。だやっぱちょっと台湾来られても困るし、うん、尖閣来ても困りますんでね、はい、やっぱちょっと言えば朝鮮半島あたりでやってくれる方がまだワンクッションあるなっていう。いや台湾だと即日本は決断しなきゃいけないじゃないですか。韓国北朝鮮のところで行けば我々ほらあそう簡単に行けないじゃないですか。あ、まあ、応援しますというふうに言うと韓国がいらねえとあそうですね、おせっかいだと言われるかもしれないかもしれないかもしれないですか。だからまあちょっとその君たち頑張ってくれと一旦その行く末を見る。我々がオフショーバランシングできるとそう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 。だからそれをちょっと言ってるっていうかね。だから即動かなくていいっていう点で言えばあの朝鮮半島あつまり和田さんはちょっと暴発させていい危機感を煽ってほしいということなんですか。いやまあ僕はあの日本は何かないと会見できない、うんうん、まあアメリカもね、まあ、それも含めて、そう日本は、はい、憲法改正で再軍備を本格的なのするとしたら、はいはい、うん、やっぱ血が流されないとダメなんだけど、はい、血は流したくないじゃないですかそしたらやっぱりあそこじゃないですか危機感を出す。いや僕はちょっとねその辺のポジションは取らないですよ、まあ、僕はやっぱその時ほら日本の女性たちが、はいはい、BTS がかわいそうとかになって初めて、おーあの BTS で BTS とかヨン様がかわいそうってなって初めて、ね、あのはいはい、やっぱその本気でやるんじゃないかと会見するしかないななるんじゃないかっていう、まあ、それ今まで政治に無関心だった人がやっぱ行くぞという、日本を変えなきゃいけないじゃない、ね、はい、日本が再軍備して韓国を助けなきゃいけないんじゃないのと言ってもらえないと、はい、はい、ということです。まああのともあれ、はい、何はともあれですよ、うん、あのアメリカがやっぱりその本気にならない間にだから時間稼ぎされるとやっぱ辛いなっていうのは、うん、これは、うん、あの日本といや我々はやっぱり一番気をつけておかなきゃいけない部分ですよ、うん、プロビングずっとされ続けたら、うん、いやじわじわやられたらアメリカって振り向かないですから、はい、なかなか厳しいんじゃないかということですね、うん、はい、米中二次元戦争の備えのパート7、米中セブン、はい、鍵は日本だってことで出てきましたよ。国家と日本の個人のエマージェント戦略、これを、今回出しましたということで、はい、もう新しい。で、来週までですね、特別価格、ちょっと安くなった価格とおまけの、はい、おまけを音声をプレゼントということ で、はい、そうですね、おまけはですね、大国のリスクっていうことと、あとルトワックの日本再生論、はい、をこちら入れておりますので、それとあとあれですよね、はい、ルトワック の、 あの裏話が、うん、そうです、そうです、裏話が入っております、ね、はい、ルトワックが失脚しそうになった話ですか、はい、そうです、ちょっと、はい、まあ、それが結構よかった、彼にとっては良かった、やっぱピンチはチャンスと、ピンチはチャンスですね、いうことですね、まあ、強い人間はピンチをプラスに変えられる、いや本当それを途中でね、はいはいはい、できるっていうのはやっぱ強いですね。学習塾始めたんじゃないかった。違いますよ。違いますよ。それはドラマの方ですから。この間終わったドラマ。あ、そうですか。はい。わかりました。学習塾始めた。はい。ということで、はい、米中20年戦争に備えようのですね、パート7ですね。はい。米中7というやつが出ました。ということで、まあ、鍵は日本だということでね、はい、国家と個人のエマージェント戦略ということで、うん、来週の放送までは特別価格でちょっと安くなってですね、はい、それからおまけの音声プレゼント、はい、 そうですね、それでおまけの音声は、はい、大国リスク、それからルトワックの日本再生論ということで盛りだくさんですよね。それについて、はい、ちょっと音声を入れておりますので、はい、ぜひよかったら買っていただけたらと思います。